ホキビでっかいね。この通り。こいつを、ヤギちゃんに洗いざらい食べてもらいます。あ、こっちです。おお。めっちゃいる。めっちゃ泣いてる。前見たとき首なんかついてましたっけ？いえ、僕も朝っき出たら粉だった。なんかちょっとよそ行きみたいな。ああ、よかったよかった。ヤギも草に好みがあるっていう話を聞いてたから、うんうん、好むかどうかっていうのはすごい気になってるんですけどね。どうだ？お早速？あ、食べた。よっしゃ、嬉しい。これが一番気になってたんですよ。これ食べなかったら、いやもう申し訳ないにも程があると思ってたんで。いや、ヤギは基本何でも食べますよ。あ、そうですか。なんかヤギの扱いで注意点とか、まあ、こんな感じで興奮状態。はいはいはい。交尾の時期っていうやつなんだ。というわけで、今日からヤギちゃんを借りることにしました。目的はこのボーボーになった雑草の草むしりでございます。普段はこのヤギちゃん名前がないということで、私は庭にいる間だけ名前を命名したいと思います。君の名はルンバだ。ルンバくん、オス、1歳くらい、よろしく頼むよ。そうだ、その息だ。いい食べっぷりや。ヤギの匂いってジンギスカンの匂いに似てるのね。あれ羊か。そう。ああ、そう、寂しがって泣くんだよ。ごめんね。俺も俺で家の中にいないとあかんから。ごめんね。かわいいなあ。この紐は何かというと、ルンバくん失踪探知機です。これまあ、つながってる先がね、追っていくと、こう、紐がバーでつながってまして、ルンバくんの、紐をくくりつけている、物干し台の上の方につながるんですよね。おはよう、ルンバくん。食べとるかね。食べてるか。食べてるっつうか、結構なぎ倒してるな。うん。寂しかったか。ずっと一人で。基本こうして、ルンバくんがずっと見てくるんですよ。あ、ちょっと目そらしたな。俺の方見てずに、その辺の草いっぱい食べて。お、聞いた。すげえ。賢いねえ。おい、サトウキビ食べたらあかんぞ。サトウキビ食べたらあかん。新しい餌場ができましたね。勢いがすごいから、お腹空いてたんかな。っていうことは、こういう状態になると、もう食べるとこないってことか。むさぼり食う割にはね、私が離れるとすごい泣くんですよ。人懐っこいね、君は本当に。7時前なんですけど、なんかさっきからめいめい泣いてるから、もしかしたら辺りの草がなくなったのかもしれない。ちょっと様子を見てみたいと思います。どうした？食べたね、こうしてみると。これが今ルンバくんが食べた後なんですけど、こっちを見ると結構ボーボーに生えてるんで、やっぱ
こうして見比べると違うね。泣かないなら泣かないで心配になるんだよね。あ、よかった、いた。あ、そうか、暑いのか。日陰の部分に移動させました。あれを私のことだと思いなさい。抜けよ。あっちだって、あっち。こっち。もうちょっと、向いて向いて。もう。おはよう。ヤギって低い草食べるときこういう体勢なんねんな。外れた。これ今俺がいるときに1枚だけ外れてよかったわ。外しとこ。全く意味なかったな。草食べてくれ。草を食べてくれ。もうダメでしょ、カーテンもぐもぐしちゃう。あの残ってるっちゃ残ってるんだけど、だけどもう食べるスピードもだいぶ遅くなってきたし、今日の夕方くらいにね、飼い主の方に、迎えに来てもらおうと思います。お疲れさ。最後くらいね、自由に歩かせてみようと思います。あー、それは食べたらあかん。それはお隣のサトウキビと我が家のハイビスカスや。だーもうあかん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 。ありがとうございました。はい、よくに立ってみて、はい、どう、はい、早く戻りたいってね。どうぞ。また必要になれば借りて。あ、すみません、ありがとうございます、ヤギに助走してもらってるっていうことをフェイスブックとかに書いたら、考えてるんだよねっていう人が結構おったから、あ、なんか意外と商売になるかもしれないですね。まあまあ商売で考えるとなると、ヤギの方が安く低コストで、まあ、そこら辺の関係に大きくなるし、基本、買う人っていうのは、畑とかやってて、で、除草のために買ってる？いやだ。育ってて。食べる方。ああ。ヤギ汁？はい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 。ああ。そうか、じゃあ、ほっといても太っていくし、うん、で、まあ、食べ頃というか大きくなったら、そのままこう売れるし、みたいな。うん、そんな感じ。なるほどね。結構エコですね、そう考えると。エコです。うん。元気でな。